とりさんのひとりごとです。本日のテーマはですね、男は白黒、女はグレーという題です。はい、何のこっちゃわからないと思うんですけれど、今から興味津々の話をします。うちの会社はね、女性が多いんですよ。でなぜ女性を集めるかっていうことなんですけれど、私がよくね、女性には勝てないから女にあんまり逆らうなと。所詮我々男っていうのは、女に産んでもらってですね、お母さんに尻はたかれながら生きてきたんですよ。ですから所詮女に逆らって勝てるわけじゃない。まあ女は女でね、頼りない男に頼ってるでもしょうがないよということなんですよね。でそこまでは私はしょっちゅう話してたんです。ところがですね、もうちょっと今日は深い話、これを聞くと皆さんなるほどと、納得しちゃうんですよね。それを話させていただきます。私はあんまり数字とか歴史は強くないんですよ。それでですね、150億年前ですか、ビッグバンがどんと起きてとかっていう、それで宇宙がどん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 出来上がってきたっていうね、話なんですよ。それでですね、ちょっとだけ横道にそれるんですけど、その時にあーおむーと音がしたと思うんですよ。だから耳すますとおむーっていうね、おむという音が響くんです。これ信じなくていいですよ。信じなくていいんですけど、すごいこと言いますよ。爆発した時の音はドカンなんですよ。ドカーンアンアンアンと響いて、この余韻がオウムと聞こえるだけで、オウムという音で爆発したわけじゃないんです。なんか爆発させてみてください。ドカンって言うんですよ。物の始めの音はドカーンアンアンアンが伸びるんですよ。わかります？宇宙の始めの音なんですよ、ね、だからうちのあれドカンってつけてあるでしょ。うちは奥深いですからね、説明しないだけなんですよ。説明しだしはいろいろ言いますけどね、それはいいんですよ。で、非常にまあ古い話です。それでですね、問題はその地球が出来上がったんだと。でこの地球が出来上がってですね、しばらくは火の玉見たかったんですよ。蒸気が出来たりね、雨が降ったり、いろんなことを繰り返しながら海が出来、で生物ができたんですよ。植物性プランクトンというものが出来上がったんですよ。それで、その後からまあ動物性プランクトンとかね、いろいろ出てきますよね。ただ問題は、生物ができてから今までね、人間の 今現在に至るまで歴史が例えば15億年あるとしますよね。生物が登場してから、そのうちの3分の2まではメスだけだったんですよ、ね、オスいなかったんですよ。わかりますか、はい、オスいないんですよ。もしオスだけだったらどうなっちゃうかというと、これ簡単になくなっちゃうんですよ。1代目でなくなっちゃうんですよ。当たり前の話なんですけど、今でもいるんですよ。メスだけでどん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 壊れてるね。メメズみたく痩せると、オスになっちゃって、ご飯いっぱい食べさせるとメスになっちゃうとかっていうんですよ、ね、でそれはそれでいいんですよ。で何を言いたいんですかというと、女性というのはメスというもの自体の歴史がですね、オスより長いんですよ。その結果生き物としての本能的進化というのがあるんですよ。我々オスよりも長いんですよ。でその結果どういうことになるかっていうとね、例えば体だけの話もそうなんですけど、オスというのは精子を作って、そのお父さんがいたから子供ができたんだと、まあそれはいいんですよ。ただオスがいなくても子供をできちゃうメスはいっぱいいるんですよ、ね、それでもしお父さんがいたからだと、これは分かりますよ。メスの方は卵子も作るんですよ。卵子でこれ受けますよね、と子供ができるんだ。そんな簡単なもんじゃないんですよ。お母さんが A 型なのに子供が B 型だとしますよね。
そうすると、お母さんの血液でって言うけど、お母さんの血液で子供が入ったらえらいことになっちゃうんですよ。死んじゃうんですよ。変なもん、血液型違うの輸血したら死んじゃうんですよ。それがちゃんと胎盤を通っていくときには別の形になるんですよ。で、子供の血液になるんですよ。わかりますか？それで、おしっこだとかね、老廃物ありますよね。それはお母さんの血液の中に入って出てくるんですよ。その時はお母さんの血液にまた変わるんですよ。わかりますか？ね、じゃなくてお母さん死んじゃうんですよ。で、この複雑なことをしますよね。で、複雑なものは壊れやすいんですよ、人間が作ったら。ところが飛行機から落っこっても女性は生きてるんですよ。非常に死なないんですよ。だから子供でも何でも男というものはオスというものの歴史が浅いから子供を育てづらいんです。病気しちゃったり死んじゃったりとかね、非常にあの男の子って育てづらいんですよ。で、何を言いたいんですか？精密でありながら壊れづらいんですよ。女はね、非常に精密なんですよ。複雑な構造をしながら壊れづらい。壊れないんですよ。で、長持ちしちゃうんですよ。男より女の方が長生きでしょ。すごいことなんですよ。で、これをね、何十億年ってかけて作り上げてきたんですよ。で、これは今言ってるのは体のことなんですよ。で、精神的なことがあるんですよ、はい、精神的なことってのは男の場合はいい悪いなんですよ。白と黒なんですよ。すぐ白黒はっきりつけようとするんですよ、うん、ね、ですぐ白黒はっきりつけようとするから、例えば、白が50、ね、黒が50、合わせて100ですよ、ね、で容量が小さいんですよ。だから一つ問題があるっていうと、鍋のこのぐらいの鍋に火つけるとすぐ沸騰するんですよ。男の人ってすぐ喧嘩するんですよ。だから喧嘩し合って白黒はっきりさせようとする。戦争でも何でもそうですよ。まずね、歴史調べても女が始めた戦争とか少ないんですよ、非常に。要するに白黒はっきりさせないと気に入らないんですよ。ところが女性の場合はグレーゾーンって思ってるんですよ。白と黒だけじゃない、中間があるじゃないかっていう中間があるんですよ。だからその分だけ容量がでかいんですよ。だから同じだけ火つけてもそうそう煮立つわけじゃないんですよ。ね、女だってシステリーがいる、うちの女房なんかシステリーだとかって言いますけど、相当我慢したりいろんなことしてるんですよ。旦那だったら気が狂ってるかなんかしますよ。ね、動物実験やなんかした時にね、まあ、ウサギでも猫でも何でもいいんだけど、足にギブスしちゃったりすると、ね、足が悪くもないのにこう動かないよね。気になるよね、人間だって。折れてるとか言えばいいけど、何もしてないのにギブスあったら大概気になるよね。取りたくなるよね。そしたら一生懸命それをオスは取ろうとするんです。で、一生懸命ウサギなんかに至るとこれを一生懸命取ろうとしてると取れないとですね、飯も食わないで取ろうとすると死んじゃうんですよ。ところがメスの方は適当にやってて取れないと思うと諦めてご飯食ったりしてるんですよ。ご飯食べたりなんかして、それはそれで寝ちゃったりこうして引きずりながら行くんですよ。ね、だからあの嫁と主婦とかものすごい仲悪いとかって言いながらも結構嫁さんって長生きしてたりして、喧嘩は喧嘩でしてんだけどご飯はご飯で食ってたりするんですよ。食い物の喉は通るんですよ。グレーゾーンがあるんですよ。わかります？はい。ね、だからうちの社長さんたちもそうですよ。あの男の人ほど白黒つけようとするんですよ。ね、だから何でも白と黒じゃなくてグレーゾーンっていうのもあるんだ。そこにいる人はダメになっちゃう人もいる。だけど白い方に戻ってくる人もいるんです。ね。だからこのことがわからないと、お社長も、このグレーゾーンにいる人のために、あ、キントは頑張んなきゃいけないよ、しっかりやんなきゃいけないよっていうのを送るんですよ。テープを作ったりして送るんですよ。これは実はグレーゾーンにいる人のためにやってるんですよ。そうするとそれを見て、本当にお社長申し訳なかった、この試作試験機こんな思いで作ってくれて人助けになんねえわ、やんなかった私が悪かったって本当に涙まで流してくれて頑張る人もいるんですよ、うん、
ところが男の社長のところへ行くと、すでにそういう人がいなくなっちゃってて、ここへ残ってる人は同じ考えだ、そうだそうだって言うだけで、でそれだったら送る必要もなきゃ何もないじゃないか。わかりますね。もうそれ送った時にいないんだから。で、いる人たちだけはもう分かってる人がさらに分かるために、いろんなことしてるんじゃないんだと。こんなファジー。そういうことなんです。で、そのことが分からないと、白黒はっきりしないから曖昧のように見えるんですよ。だけど長く生きてきた間に何でも白黒はつかないんです。で、この一例は私はあまり、このことで混乱するかもわかんないんですけど、アメリカって歴史が浅いんですよ、はい、歴史の浅い国だと大統領が浮気したどうのこうのでわーっとね大騒ぎなんですよね。でフランスって歴史が長いんですよ。その結果フランスの大統領がなんか隠し子かなんかいて、新聞記者がその隠し子のことをインタビューしたら、それが何かって、それが何かって、ちょっとかっこいいね。ね、と総理大臣って言うやん、ごめんなさい、大統領という仕事を一生懸命やってりゃ、プライバシーも必要ないでしょって。だからその仕事のことで言われるならいいけど、なんでプライバシーまで言われなきゃいけないんですか。でこれが歴史の長い国なんですよ。要は物ってのはグレーゾーンがあるんですよ。だから公の人間だからって私生活もあれば何もあるんですよね。でそれを幅を取っとかなきゃいけないっていうことなんですよ。でまして総理大臣みたいにのっていうのは自分でなりたいなりたいってなったんだから、これは清く生きなきゃいけないのかもわかんないです。だけど日常生活においては実はグレーってすっごくあるんです。でグレーゾーンを持ってるのが、これはいいとか悪いとか言いません、グレーゾーンを持ってるんです女性は。でそのことが分かってこれから生きないと、全てのことっていうのは今は女性が握ってるんです、ね、お客さんも女性なんです。なぜかというと一家の財布握っちゃってるのは女性なんですよ、ね、でその女性が旦那がすごいこういろんなこと言って奥さんはいはいって言ってっから俺の方が偉いと思ってるんですよ。そうじゃないんですよ。もう生姜でギブスはめられちゃったから我慢して生きるしかないと思って相手にしてないだけなんですよ。グレーゾーンを持ってるんですよ。だから揉めないで言ってるんですよ。男同士だったら喧嘩なら殺し合いになりますよ本当に。そうですよねね、でましてこれから飽きないって、だから男が天下取ってたのやたら戦争するからこれから戦争とかできないんですよ。刀持ってて切り殺せないんですよ、ね、そうしたら男もこれからグレーゾーンを持たないと仕事ができないんですよ、ね、っていう、それだけのことなんです、ね、だから自分が怒りたくなったりなんかした時、自分はまだ進化の過程で女性の方が進んでるんだと私は思ってるということです、ね、でそう思わないとわからないことがいっぱいあるんです。女性の場合は精密であって壊れないんです、我々単純でありながらちょくちょく壊れてしまうっていうこういう、動物なんだということで、理解していただきたいということです、はい、どうもありがとうございます。